最近、世界中のいろいろなところで大雨が降るようになってきたのはどうしてですか？地球上で今一番温暖化が進んでいるのはどこですか？北極圏の温度が上がると、ジェット気流はどうなりますか？近年見られる干ばつの後に長雨が続くというような異常なパターンの原因は何ですか？